こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロの最新のセールでこれは買った方がいいだろうというものがですね、3つほどあったので皆さんにですね、一発撮りで編集なしでですね、動画をお届けしてみたいなというふうに思ってます。先日もですね、初めてユニクロのセールのアイテムをですね、皆さんにご紹介するという動画を撮ったんですが、どうなるかなと思ったんですが、結構ですね、多くの方に見ていただいて、やっぱりセールというもののですね、響きって皆さん関心があるんだなというのを改めて実感したわけですね。でユニクロって結構ですね、期間限定でセールをやったりしてるわけで、僕はそこまでは気にしていなかったんですが、その中でもですね、本当に買うべきものというのは僕はごく少数だと思ってるんですね。どれもこれもがいいというわけではなくて、やっぱり的を絞って買う必要があるかなと思っているので、僕の視点でこれだけは間違いなく持っておいていいだろうというものをですね、今日は厳選して3つだけに絞りましたので、皆さんと一緒に共有ができればなというふうに思ってます。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのですね、アイテムですとかコーディネートの解説に関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしますので、よかったらそちらの方もですね、下にリンクを貼っておきますのでチェックをしていただければなというふうに思っています。それではですね、早速一つ目からご紹介したいなというふうに思ってるんですが、これはですね、実際に今さっきですね、本当に帰ってきたばっかりなんですよ。で買ってきたものなんですけども、もう実は着てますね。今回の一番の目玉はこれですね、 T シャツです。こちらはですね、プラス J のスーピマコットンリラックスフィットクルーネック T シャツかっこ半袖というもので、僕は2色購入したんですが、まず1色はこちらですね。色はですね、こちらグレーになるんですが、なんか画像じゃないや、動画で見ていただいてもちょっとこうグレーといえばグレーなんですけど、少しパープルがかってるような、すごくまた曖昧な色合いなんですね。この雰囲気がすごくいいなと思って今回購入をしました。ユニクロの T シャツってバリエーションがめちゃくちゃ広いんですよね。この中でどれを買えばいいのか結構迷ってる方が多いかなと思うんですが、鉄板はですね、ユニクロ U のエアリズム、これのですね、ちょっとワイドフィットのものですね。これがやっぱり使い勝手がいいんですね。特に今っぽいというところではすごくおすすめしやすいんですが、一方でこのプラス J のものに関しては結構ですね、今っぽいシルエットよりは少しですね、タイトめかなと思うんですね。で僕はですね、今回 S サイズを購入して、結構身幅としてはですね、ピタピタというわけではないんですが、ユニクロ U のエアリズムよりは少しコンパクトかなと思ってまして、着丈がですね、ちょっと長めなんですね。ちょっと僕今インしちゃってるんですけども、ちょっと出してみますね。はい、こんな感じで結構長いですね。ユニクロ U のエアリズムって僕の中で感覚値だとM を着てるんですね。僕は身長164センチ、53キロなので、ワンサイズあえて上げて M を選んでるんですけども、その M よりもですね、ちょっと着丈は長いんですね。でも身幅はコンパクトというところで、意外とですね、シルエットとしては特徴的かなと思ってまして、僕は体型にはユニクロ U のエアリズムの方が正直合ってるんですね。ですのでそちらを優先して買って、こちらは前から試着をしてたんですけども、今一つ買う気にはならなくて、もうユニクロ U のエアリズムだけでいいかなと思ってたんですね。ですが、今回ですね、セール価格で1000円切ってるわけですね。ですのでこれは一つのチャンスなわけですね。前から気になっていたけども買うまでじゃないなと思っていたものが安くなってトライをしてみたら、意外と使えるかなという形で今回購入してみたわけなんですが、実際に買ってみて、確かにですね、1枚で着るとエアリズムの方がシルエットとしては今っぽいんですが、これはこれで使い方次第だと思っていまして、先ほどもやってたと思うんですけども、これ出しちゃうと結構長いんですよね。ですのでこれはタックインしてこんな感じで着てもらうと結構バランスがいいのかなと思ってまして、最近はこういった着こなしというのが少し旬になっているので、例えばセットアップのスタイルだとか、あとはカーディガンを
T シャツの上に着るようなスタイルの時にはですね、タックインをするというような着こなしというのもありかなと思うんですが、そんな着方をしていただければ結構バランスが良くて、結構魅力的なのは2つあって、色合いと肌触りの良さなんですね。まあ、色合いに関してはこちらのね、グレーという色なんですけども、先ほどもお伝えしたようにちょっとパープルがかっていて、すごくですね上品な色味になってるんですね。まあ、こういった色味っていうのはなかなかですね1000円の T シャツではまず見つからないような魅力的なものなので、まあ、この点だけでもですね十分買いかなと思うんですね。あとは肌触りの良さですね。まあ、素材がですねもう皆さんもよくご存知のスーピマコットンを使っているということで、すごくですね滑らかなんですね。非常にですね着ていてストレスがないような、すごくですね上品な仕上がりになっているので、この2つだけでも十分買う理由にはなるかなと思っていて、まあ唯一のデメリットとしては、僕にはですねちょっと着丈が長いかなと思うんですが、これは体型によるかなと思うんですね。例えば痩せ型で長身の方なんかはむしろこっちの方が合うと思うんですね。そういう方だと多分ですねユニクロのエアリズムだと結構丈が短くなってしまうかなと思うので、まあ、体型によって適性はあるかなと思うんですが、まあ、そこに関してはタックインをして着るか、もしくは、まあサイズ感をちょっと調整するかだとか、まあ、そういったところでですね対応してもらうのがいいのかなというふうに思ってます。これはねすごく良くて、まあ、2色買ったわけなんですけども、あともう1色はこちらですね。これもねグレー系の色なのかな、ダークグレーという色なんですが、まあ、同じグレー系でもだいぶですね濃淡が変わってくることで印象が変わってくるかなと思います。まあ、最近ですねユニクロ U だとかプラス J でこういった深めのグレーというものはすごく多くなってるんですが、まさにですねそのど真ん中の都会的なグレーを表現していて、これもねなかなかいいなと思いました。特に、まあ、こういった何でしょう、そんなにゆったりとしすぎてない T シャツに関してはやっぱりですね世代によってバッチリ合うか合わないかが分かれるかなと思ってまして、僕は今30代後半ですけども、まあ、30代前半とか20代であればユニクロ U のエアリズムがめちゃくちゃ合うかなと思うんですが、30代後半から40代以降になればそこまでゆったりとしたものだとちょっとね大人の男性には合いづらいこともあったりするんですが、まあ、これぐらいのフィット感であれば大人の男性には使いやすいのかなと思ったので、まあ、僕自身も実際に買ってみて、あ、全然問題なかったなということで、まあ、今回セール価格で買ってめちゃくちゃ良かったなというふうに思ってます。ぜひ皆さんもですねこれから夏時期、今日はですねめちゃくちゃ暑くて33度ぐらいの今気温なんですけども、これぐらいの季節だと T シャツはもう何枚あってもですね本当にいいぐらいなので、ぜひこちらの T シャツもユニクロのですねセールで目玉商品かなと思うので、ぜひチェックをしていただければなというふうに思ってます。はい、続いてですね、2つ目なんですけども、たまに噛みますね、すいません。まあ、今回はですねもうリアルタイムで撮ってお出ししたいなと思っているので編集なしなので、こういった部分もそのままお届けしたいなと思うんですが、2点目のアイテムです。それもですね実はもう着てるんですね。こちら感動ジャケットと感動パンツ、このスラックスですね、この2つの組み合わせですね。これはもう定番的なアイテムで、もう本当にね持ってる方もいらっしゃるかなと思いますし、僕の動画の中でもですね何度かご紹介しているので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思うんですが、もうこれはねあって間違いないのかなというふうに思ってます。もう本当にシーズン的にもね今暑くてなかなかセットアップ考えられないという方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあもちろん春先だとか秋だとか冬だとか、まあ、そんなになんか季節感を強くですね感じさせる素材感ではないので、これウールライクですね。これは一着あってすごくまあ、便利なアイテムなのかなと思います。まあ、フィット感としてはゆったりめではなくて割とですね王道ですね、しっかりと体にフィットしたようなすごく綺麗なサイズ感になってまして、僕は確かこれ最小サイズの XS をオンラインで買ってると思うんですね。ボトムスに関してもそうです。でこのボトムスもシルエットはかなり細いですね。まあ、正直ですねスマートアンクルパンツなんかに比べるともものゆとりだとか腰前のゆとりはあんまりないので、すごくですね今っぽいというよりは超王道という感じなんですが、この2つはですねなんか2つ上下で揃えてセットアップとして持っておくとすごく便利かなと思ってます。特にビジネスカジュアルのシーンで使ったりだとか、あとは内側は T シャツだとかで使っていただければ、オフでちょっとカジュアルにですねセットアップをきれいめに着る場合なんかにもすごく活用できるので、まあ
持っておいて損はないかなと思いますし、まあ、一番お手軽にセットアップを組むのであれば、このユニクロの感動ジャケットと感動パンツの組み合わせがまあ最強だと思います。まあね、中にはサイズが合わなくて断念する方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、多くの方のサイズにはフィットするかなと思います。サイズの展開も広いですしね、そこはやっぱりユニクロの強みかなと思うので、ここはチェックしておいて間違いがないかなというふうに思いますね。で、僕はですね、セールの中で買うべきものというのは、なんかあんまチャレンジングなものというよりは、前々から気になっていたものだとか、もしくはあとはもうベーシックで、その時だけではなくて、まあ、長いスパンで見ても使えそうなもの、こういったものがセール価格になっていたら僕は買いだと思うんですね。まさにこの感動ジャケットと感動パンツに関してはもう長年やっているようなベーシックアイテムで、もう間違いのないですね、販売実績のあるようなアイテムなので、これはセールで買っておくというのは間違いのない選択かなと思うので、ぜひ皆さんもですねチェックしていただければなというふうに思っています。はい、ということで2つ今までお伝えしてきたわけなんですが、ラスト3点目ですね。本当にね、結構たくさんのものがセールになってるんですけども、正直本当にこんなこと言ったら怒られちゃうかもしれないですけど、僕の中では、まあ、この3点だけかなという感じなんですね。まあ、それだけ持っておけば、まあ、十分にですねセールは堪能できたんじゃないのかなと思うんですけども、3点目はですね、チノショーツですね。これはですね、もう間違いのないユニクロのもう大定番のショートパンツですね。まあ、先日のユニクロのライブですね、見ていただいた方ありがとうございます。その中でもですね、僕はお勧めしていたんですが、まあ、ユニクロのショートパンツ数ある中で一番ベーシックかつ一番最初に買うのであれば、チノショートパンツがまず間違いがないかなと思ってるんですね。まあ、それぐらい王道で、まあ、丈の長さもですねジャストで、長すぎず短すぎず、膝の中間からだいたい5センチ前後ぐらいのですね長さに裾が来るような感じになっているので、これがバランスがいいんですね。あと裾のこの広がり方もですね、決してタイトではなくて、ちゃんと今の時代にですね合うようなサイズ感になっているので、これまたですね大人が持つショートパンツとしては、まあ、間違いのない選択かなと思ってまして、これが1290円、これまた安いですよね。恐ろしい価格ですね。1000円台前半で結構こだわりがあって、まあ、商品欄ぜひ読んでいただきたいなと思うんですけども、まあ本当にねコットン 100% のツイルで製品洗いをかけてるんですね。ですので、色のですね落ち方だとか、ちょっとヴィンテージっぽい色合いがすごく楽しめるような商品になってて、これだけ凝った作りのものが1000円台前半というのは恐ろしいことなので、まあ、まずですね持っておいて損はないかなと思うので、ショートパンツあんまり履いたことがない方だとか、まあ、最初の一着として、まあ、取り入れたい方にはですねすごくおすすめができるかなと思ってます。まあ、前回のセールではですねギアショートパンツがすごくお買い得で良かったんですけども、あちらは、中級者向け、一歩目はこちらの一番ベーシックなショートパンツですね、チノショーツですね、これが1着目で、これがある程度慣れてきたらナイロンギアショーツというような、まあ、段階を踏んでいくのがいいかなと思うんで、このチノショートパンツはめちゃくちゃ使い勝手がいいんじゃないかなと思います。まあ、先日の、ユニクロのライブの中で僕がおすすめしたのはブルーですね。これもすごく良くて、少し差し色的に使うにはですねおしゃれかなと思うんですけども、本当に最初であれば僕はもうブラックだとかネイビーが使い勝手がいいのかなと思いますね。ボトムス系というのはやっぱり色を引き締めた方が結構ですねコーディネートがしやすいので、まあ、ユニクロのサイトの中でもですねネイビーのチノショートにストライプのシャツとか合わせてるんですが、そういった着こなしもすごく合うかなと思いますし、まあ、上半身ねこういったグレー系の T シャツ短歌と合わせてもすごく相性がいいと思うので、まあ、ショートパンツの色としてはネイビーかブラックあたりがまずはすごくいいのかなと思ってます。で、結構サイズ感は注意が必要で、僕はなんかトップスとかアウターとかそういったものはあえてワンサイズ上げたりすることはあったりするんですけども、ボトムスは絶対にそんなことはなくて、やっぱりですねウエストが大きいとズルズル落ちてきてしまうんですね。
先日のユニクロのライブもですね、僕は S サイズを選んでいたんですが、実はですねウエストがかなり大きくて、もうベルトでですね急遽めちゃくちゃ絞り上げて履いてたので、まあ、サイズ感としてはそんなにコンパクトではなくてちょいゆるぐらいかなと思うので、僕は普段 S 履いてますが、あれは XS じゃないとちょっと難しいかなというぐらいなサイズ感でしたので、そこだけ注意が必要かなというふうに思ってます。ぜひボトムスはですねジャストサイズを選んで、なるべくですねもうベルトがしなくても落ちてこないというのが僕は好きなんですね。というのもベルトするのが僕はあんまり好きじゃないんですよ。一手間かかるじゃないですか。ですのでウエストはしっかりと体に合っていて、何もベルトがしてなくても落ちてこないというのが個人的には気持ちいいので、そのあたりも含めてボトムスのサイズ感というところは見極めていただければなというふうに思ってます。ということで今回のですねユニクロのセール何日前ですかね、これもね期間限定7月15日ということで、今撮影しているのが7月10日、まあ、明日7月11日ですね、この動画をアップする予定なんですが、あと4日間ぐらいありますので、ぜひ検討していただければなと思うんですが、ここで一つ注意なんですけども、まずは皆さんのクローゼットの中を改めて見ていただきたいんですね。なんかこういった僕みたいな YouTuber がお話しすると、あ、買わなきゃってすごく焦る方いらっしゃるんですけども、あくまで自分のクローゼットの中を見てみて、足りてないものだとか本当に必要だと思ったら買うべきであって、もうすでに似たようなものがあったら僕はスルーしていいと思うんですね。で今回もたくさん商品ある中でたった3点しか僕はお勧めしてないんですが、本当にね量いっぱいあっても使い切れないですよ。ですのでなるべく自分のこうライフスタイルとかを考えながら、もう必要な数だけ持っておけばいいと思うし、今足りてないのであれば買えばいいと思うので、そのあたりはですねワクワク感を僕側の方で刺激はしてるんですけども、まあ、冷静な頭でですね判断していただければなというふうに思ってます。まあ、僕自身はね仕事柄どうしてもこういろいろなものを実際に買って経験して皆さんにお届けするっていうことをですねなりわいとしているので、いろんなものを買うわけなんですが、まあ僕はもうかなり特殊な職業なのでそれは仕方がないとして、皆さんはもう冷静な判断でこの動画を見ながらですね本当に必要であれば買っていただければなというふうに思ってます。はい、ということで今回はですねユニクロのセールの中でおすすめのものをご紹介させていただきました。これからもですね大人の男性に向けてどんどんですね使えるアイテムだとかリアルなアイテム、これだったらですね大人の男性だったら間違いなく着こなせるでしょうというものをですねご紹介していきたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。